相手に囲まれた場合、正面の相手との対峙は禁物。方位の中心から移動し、玉突き状態を起こす。これが戦術である。ご覧のように背後の壁を利用することもできる。道場の多人数掛けの稽古からは絶対に生まれてこない戦術である。Thank you.